最多の3ポイント。ついてるのは菊池です。3ポイントがまた来る。おー来たー。連続 37% を記録していました。中央開けました。ペリメーターショット決まります。ホールモネアレックス。飛んでいく池田、レイアップ。21対12です。一気に速攻、アウダー、かいくぐる。バスケットカウント。第1クォーター残り1分です。左のコーナーから決めてきます。これは2ポイントです。アウダーへとつなぐ。バスケットカウント。さあ逆に池田がスピードアップ、バウンズパスでモンゴブリー。ショットは打てずに一旦外、また中、振り抜きざまのショット。相手からパス、アウダー、フェイク入れてここで打ってくる。リバウンド拾った、ホルモネアレックス。今日アルファーズはスリーポイントの確率非常に高くて、今の長谷川のが決まって7分の5です。前空いたです。空いた、粘る。空いたからハミルトン、ディープスリー。おお来た、ジョーダン・ハミルトン。ハミルトンディープスリー、また打ってくる。おお来た、ジョーダン・ハミルトン。ジャスティン・ハーパー今の得点で15点目です。ジャンパー、スネタ。ペイントアタック、池田のレイアップ。松山は前節新潟戦のゲーム2、スリーポイントは4分の2でした。アウダの柔らかいショット。池田外からジョーダン・ハミルトン。バルク東京から新加入、笹倉玲樹のスリーポイントです。遠いところから、おお乗ってます。ジョーダン・ハミルトン止まります。残りは 4.2 秒です。ジョーダン・ハミルトンスリーポイント来た。止まらない、止まらない。ハミルトン正面防がれて、ジャスティン・ハーパー外に預ける。ハーパーからナイススティール、一気に速攻、内田が来た。時間を進めている青森ワッツ、スリーポイント、おー来た、常田です。逆に池田、ジョーダン・ハミルトンドライブにした、アタックしていく。バスケットカウント。このスリーはリバウンド拾い合い、拾ったモンゴメリー。これは大きなプレーです。このジャンパー決めてきます。このジャンパー決めてきます。ジャスティン・ハーパー、ハーパー振り切れない、タフショット、おー決めた。ハミルトン、ハミルトン、ハミルトン対ルシエ・ピーク。ここでコントロールが乱れました。ただ拾った池田、パスゴール下、アウダー。このレイアップはどうでしょう、決まりました。タイムアウト明けのオフェンス、青森です。アウダースイッチ、アウダーリースバウンドもらって、リターンもらって決めてきました。狙われていました笹倉、奪った池田、パス、アウダが来た。ナイス速攻、残す、奪った、また速攻、アウトナンバー。ここはハミルトンだ。これはたまらず、タイムアウト、越谷アルファーズです。アウダ
ネタパス入ってくる内田決まりました。91対86。ハミルトンパス外枠内田スリーポイント